どうも皆さん、こんにちは。こがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、M110 弱体化、おめでとうございまーす。はい、ということでですね、M110 が弱体化するということで、昨日ですね、私こんがり、まあ、SVDS 強化のね、動画を上げたところ、まあ、皆さんからね、たくさんコメントいただきました。 M110 でよくねってね、あ、まあ、2件しか来てなかったんですけど、まあ、そういったコメントがね、まあ、来るだろうと思ってね、この日を、楽しみにしてたんですよ。はい、 M110 弱体化ってことでね、これでまあ SVDS が使う意味が出てきたかなって思うんですけど、今回ね、何が弱体化されるかと言いますと、このね、M110 の連射速度、今ね、400rpm 出るようになっているんですが、これがですね、シーズン4、なんと下がります。はい、これは嬉しい。もう M110 のさ、なんか M62 弾調整2機が多すぎて、本当に嫌だったんですよね、マジで。うん、5層つけてても全く意味ないみたいな環境だったので、こいつがね、弱体化されてくれるのは非常に喜ばしいことです。ってことでね、どれぐらい下がったのか見に行きたいと思います。それがこちら。375rpm! ってことで、25rpm 下がりました。はい。ただ、SVDS がね、300rpm なので、結局 M110 でよくねってなっちゃいます。はい。もうこれはね、どうして？なんで？ちょっと下げてくれてもいいじゃないですか。もう325とかにしてほしかったな。まあこれは弱体化とは言えるんですけど、まあもうちょいね、せめて 50rpm 下げてほしかったなって感じですよね。だって SVDS さ、 50rpm 上がるのにさ、なんで M110 25rpm しか下がらないんで、おかしいだろ。なんなんですか。てかさ、武器のね、使用率とか分かってると思うので、絶対 M110 の方が多いと思うんだよな。そんなことない。 SVDS ってさ、結構パーツをね、多くつけないといけないし、で結構高いじゃないですか。その割にはね、なんかパッとしないってことで、まあ M110 がね、まあ多分環境に、このままねはびこるんだと思います。はい、まあでもね、少しずつ、まあ、弱体化されていって、まあ将来的にはね、まあ、200rpm ぐらいまで下がってほしいなって、まあ、思ってますので、まあそこまで続くかどうかはわからないんですが、このメンタルブレイクアウトかな。でもね、まあこの弱体化を機にね、どんどん弱くなってくれることを僕はね願っています。はい、ということでですね、今回はね、シーズン4に、弱くなってしまう M110、 弱くなる前に使ってしまえということで、作ってきました。くっそ害悪のやつ。はい、ということでね、このね M110 お値段なんと7万円、7万円かけてこの性能ということで、まあ、めちゃめちゃ強いんですよ。で、もちろん弾は M62 弾に調整してます。基本ステータス、垂直悪魔の数値666、水平64、エルゴノミが38で、精度が89、腰打ち安定度が48の有効射程が150ですね。はい、ということでですね、早速射撃場にやってまいりました。まずはね、ノンリコイルバージョンで撃っていこうと思うんですが、まあこんな感じですよ。はい、まあこれが7万円で作れるんだからさ、まあ世も末ですわな。で、まあ頭にね、パンパンしていけばいいだけなんですよ。あ、強すぎる。やっぱこのさ、連射の感じね、感じてほしいんですけど、ま、SVDS と比べるとね、やっぱりね、この連射速度が速いから、ま、マジでさ、こうやってさ、タップしたらタップするだけ弾が出てくれるなっていう印象でさ、最後さ、雑にね、ガチャンってやるところも、非常に好ましい。ちょっと見てて。一回ま、こうやってさ、ま、連射するじゃないですか。で、こうやって、連射してあげて、で、マガジンガチャってやってさ、最後さ、パーンって叩くんだよね。ここパンパンパンって、武器をちょっと叩くんですよ。このモーションが、まあ、非常に心地いいというか、ちょっともう一回さ、見ていこうか。ちょ、これ癖になりますね。M110 多分使ってる人ってさ、まあ、これが癖になってるってのもあるかもしんないな。で、こうやってま、胴体も2パンできるっていう、もう、ぶち壊れ。マジでおかしい。さあ、皆さん見てください。ガチャーンって、パーンってやるんですよ。これ気持ちいいね。はい、ということでですね、分速 60cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。今回はね、武器庫、まあ、大物狙いでねやっていこうと思うんですが、大丈夫か。なマジでさ、めちゃめちゃ時間かかったわ、マッチングまでに。
もうテレビ局だったらね、一瞬でマッチングするんですけど、他のマップ結構さ、マッチング遅くなってきてますよね。これは人口全ロス待ったなしってことで、まあ、もうすぐシーズン4を迎えますが、シーズン5、6、7、8、9、10までね、果たして持つのか。ちょっとマジでさ、人口を増やさないとこれまずいぞ。なくなったら足していく汚い大人にならないとさ、これマジでまずいかもしんないってことで、まずはここで湧いたので、速攻行きましょうか。こっち側、このさ、ガソスタニキどもを縛いてやろうぜ、野郎ども。あんたたち、さ、行くやんよ。絶対やるやよ。ナイス、その姿勢。まあ、2番さんだけちょっとはぐれているんですが、まあ、それもね、やむなしってことで。おい、3番さん。あんたまで行っちゃうんかい。マジか。いや、これ絶対さ、ガソスタ来るんだよな。ちょ、マジでさ、ガソスタしばきに行かねえか、ほんとに。これさ、外周ムーブ全然ありだと思うんですけどね。いや、どうしよっかな。まあ、ちょっと行きましょうか、こっち側。ガソスタニキをバチコリと縛いていきたい。ガソスタニキがね、どっちからか、まあ、来るとは思うんですが、まあ、多分右じゃなくてね、これ左から来ると思うんですよね。だ僕はそれを読んで、まずは真ん中で直行ムーブしてあげて、あっちから出てくるんじゃないかなって思うんですけどね、僕的には。どうなんでしょうか、果たして。まあ、わからん。とりあえず一回ね、ここで、まあ、お茶を濁すというか、まあ、見ておいてもいいのかもしれません。マジ久しぶりの武器庫なんだけどさ、やっぱりね、せっかく5層貫通弾詰めてるので、まあ、5装備とかがね、うじゃうじゃいるこの武器庫にね、やってきた方が、まあ、効率いいんじゃないかってことで来てるんですが、敵どこ行った？いねえな。ちょ、こっち側行こっか。もうちょっと前線上げていこっか。まあ、スカブがめんどくさいですね、なんか、うるさ。やってんのか、そっち側。なんかやってますね。まあ、これは多分大丈夫でしょう。とりあえず僕は、ガソスタニキを狩りに行きたいわけよ。ちょ、マジ来ないかな？え、来ないんか？ガソスタニキがなんか全然動かないっていう。これどういうこと？すいません。あ、みんな行っちゃってた武器庫の方に。やっぱり武器庫内に入っちゃうとさ、M110 きついから、ちょっとここはさ、外周狙いで、まあ僕ね、やっていきたいと思うんですが、なんか味方が全員いなくなってしまった。これは怖い。いや、マジで全然動き見せないし、武器庫に行きも。どうしちゃったんだよ。湧いてないんか、もしかして。そんなことある？絶対湧いてるよな、これ。確実にいると思うんですけどね。ちょっとその中を見ても、特に敵影なし、気配がなし。なんか銃声鳴ってないからさ、ワンチャンマジで湧いてないのかもしんない。あるな、これ。ガソスタいない説。ちょっとなんかまずいかも。まあ、とりあえずじゃあちょっと外周行こっか。もう武器庫外周って流行ってないのかな、もしかすると。これもうさ、武器庫内にしか敵いないかもしんないね。まあ、一旦ちょっとこっち側からね、外周を、縛いていこうと思うんですが、いや、マジか。これはまあ、ちょっと序盤から、めんどくさいことになってきた。で、なんか足音入ったんですけど、これさすがに人じゃねえだろ。あ、やっぱりさ、スカブか。あ、めんどくさ。スカブはだるいんで、ちょっと待って、やめて。ほんとやめて。やっば、めちゃめちゃ弾使っちゃったじゃん。俺今回さ、トータル60発しか持ってきてないから、そんな無駄玉さ、使えないんだよな。はい、とりあえずプギャーしといて。あなたも、プギャーしていきたい。ちょ、まずいまずいまずい。無駄玉打ちすぎてる。これは良くないですよ。なんかいるか？怖い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 。一回マガジンリロードタイムからの、まずは ASMR のお時間です。めちゃめちゃうるさい。マジでうるさい。さあ、そして、なんか目の前からは足音鳴ってますが、こいつらはさすがにスカブか？わからんな。これわからんな。この2枚なんだ？ちょ、マジで怖いって。やめとけって、ほんとに。来るなって、これ。これワンチャン人かな？怖い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 。マジで怖い。君たち、あ、びっくりした！マジでびっくりさせんなって。ビビらせんなよ、ほんとに。焦らせんな、ほんと、マジで。君たち、うるさいな、マジで。ちょっとやめてくれよ、ほんと。いや、あと1枚の相手してる場合じゃないな、これ。あ、そっちがいますか。オッケーオッケーオッケー。反対側湧いてるの分かったので、こっち側じゃあ芝木に行こっか。外周芝いてもう GG よ。最悪さ、まあ、バックなんていらないから、敵のね、武器だけ持って、芝ければなって思うんですが、あいつらは普通にスカブね。どこ行った敵？敵どこ？そこか。待って、来てるかも。あ、来てるわ、これ。確実にいる。これまずい。いますね。はいはいはい。ああ。ちょ、待って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 。うるさいって。で、後ろなんだって。
後ろにもいんのか。まずい。後ろからも来てるかも。ちょ、待って待って待って。あいつ人じゃん、普通に。人いました。やばー！もう、マジでやだ。もう、本当にやだ。もう、やですよ。もう、マジで嫌なんだけど。もう、顔面ヒットとかさ、もう知らないよ、もう、本当に。いやー、もうマジでさ、最近ヘルメット悩んでるんですよね。バイザーつけるかつけないか問題。この AP 弾にぶち抜かれるのがいっちゃん腹立つ。で、3層貫通弾にやられないといけないんだよ。もう、こんなのさ、おかしいよ。でもさ、足音聞かないと無理なんだよな。聞いててもしばかれてるんですけどね。